あ、おはようございます。チャンネルでございます。もう日本ですね。いつも何回か、ご覧になった方はですね、あ、またこの景色だなというふうに思われるかもしれませんけどね。帰ってきました。ね、台湾から。2日ですね、遅れましてね、帰ってくのが、行く前からね、なんかこの台風やばいなと思ったんですよね。てか行けないと思ったんですよ、最初ね。行くの無理だなと思ってたら、行けたんでね、それはラッキーだったんですけどね。今度帰りがね、思ったように帰ってこれなかったというのがありました。しかしながら、あれ場所がね、台湾で良かったなと思うんですね、本当にね。滞在費もね、1日あたり、そんなに高くないですしね。楽しい、もともと行きたかった国にね、行ってるわけですから、もっといたいよとかね、もうちょっと楽しみたいなとか思うような時間があって、本当だったら名残惜しいんですけどね。実際2日間延長するとね、もう早く日本に帰りたいよと、日本に帰ってすることがいっぱいあるよというふうな状況になってきましたので、微妙だなと思いました。2日間が限界だったかなと。あとこれ以上長くいるとちょっと雰囲気悪くなったなというふうに思うけども、しかしね、案外そういう時ってね、こうなんていうかな、よく雨の日とかね、一緒でなんか、家族もね、普段とはちょっと違うぐらいこう密接にね、関わることができて、長時間一緒にいてですよ、4人、もう一人台湾のお友達も入ってましたけど、入ってた時もあったけども、基本4人でね、ご飯食べる、毎回朝昼晩ご飯食べるってことがね、ここ近年なかったのでね、本当に、そういう意味でね、良かったか、怪我の功名であるなと思いました。日本にもね、そもそも無事に帰ってきたから言えるようなことでね、それは本当に良かったんですけどね。ありがとうございますね。応援してくださってね、見てくださる方も、台湾になってからまた新しい方を見てくださるようになって、よかったなと思ってます。で、またね、思い出のある国なのでね、僕にとっては非常に、そこをこう、YouTube を使ってね、皆さんに見ていただけるようになったっていうことも、これも非常に僕にとっては初めて新鮮なことで、楽しかったですね。はい、以上ね、今日は日チャンネルの日本に帰ってきたよというご挨拶でございます。本当にね、ご清聴ありがとうございました。はい、お願いします。